北島町北村にある北村西老人憩いの家。こちらで週2回健康づくりに励むのは北部第一生き生きクラブの皆さん。平均年齢およそ80歳、みんなで伸ばそう健康寿命をテーマに、地域のつながりを絶やさずに頑張っています。皆さんが真剣に取り組んでいるのは、2002年に高知県で誕生した高齢者向けの筋力トレーニング、生き生き100歳体操。ゆったりとした音楽に合わせて膝を伸ばしたり足踏みをしたりと、無理をせずできる範囲で体を動かし健康的に暮らせる体づくりを目指しています。しかし今年は新型コロナウイルスの影響で活動は自粛され、最近になってなんとかコロナ対策を徹底しながら少しずつ再開しだしました。3密を防ぐために距離を保ち、全員がマスクを着用。以前のようにのびのびと体操を楽しめる現状ではありませんが、それでも最大限にできる工夫を凝らしながら支え合って頑張っています。自粛期間っていうのはだいたい3ヶ月か4ヶ月ぐらい。4ヶ月。3月、4月、5月、6月。休まれてたんですね。はい。その間ってどうだったんですか、やっぱりやりたいとか思いは。ああ、もう皆さんからね、やってくれと。だけど、やっぱり怖いわね。まあだんだんと正しい理解も進んできたし、まあ我々の対応もね、だんだんと分かってきたし、あとはやっぱりこう気遣い、気遣いし合って、そして前向きなそういう方がおいでよるように気がします。それと新しいものへの挑戦、こちらはソチ金重さん82歳。実はソチさん、この生き生き100歳体操を再開させるためにある取り組みを始めたんです。それがこのズーム。綺麗に映ってます。ライトでライトしてるんでね。マイライト、マイライト、この前マイライト使いました今日は。中村さん、はいはい、今日はバーチャル後ろ違いますね、写真が、後ろ変えました。いつもの、外国の、今日はインドとちょっと変えました。あ、そうですか。ズームはパソコンやスマートフォンを使ってセミナーやミーティングなどオンラインで開催するために開発されたアプリ。ソチさんはコロナの影響で自宅から来れない人のためにズームを使って自宅でも100歳体操を行えるようにと提案しました。もともと趣味でパソコンやホームビデオなどを楽しむのが好きだったソチさんは、配線なども全て行い、老人憩いの家とメンバーの自宅をズームでつなぎました。そして行った結果、現在はご覧の通り、自宅にいながらみんなで100歳体操を体感できるクラブにしちゃったすごい人なんです。まあ最初
まあ、あのズームのソフトを、まあ、皆に入れてあげたんです。ほんであの、まあ、ここで勉強した時にこれを使って、まあ、最初から、まあ、ID とパスワードを入れると、これを入れてくれたらいけるな、つながるな、つながるんやけどね。もう慣れました。ああまあ何回かやったんで慣れてきました。ソチさん、体操中はパソコンとビデオの管理をしながらご自身も体を動かしたりとお忙しいようですが、楽しんでやられているそうです。またこちらのズームですが、ズームの操作を覚える講習会も今までやってきました。皆さん、ソチさんに操作を教わりながら勉強してなんとか使えるようになったと言います。こちらはその講習会を撮影した映像。わかりました。はい、はい、ほな、うん、ほな、ほたらな、終わるとき右下に退室っていうやつがあるだろう、右の下な。ああ、はいはいはい、うん、これをしてくれ、うん、これをしてくれたら終わるけんな。はい、ああ、そうですか。はい、わかりました。うん、今度お世話になりました。はいはい、ほなまた一度、はい、でも今度また土曜日するけん。1234567425678525234567。あの話するときはスペースキーを押しながら話してみてください。スペースキーっていうのはこれですね。どうして喋っていいんですか。あ、ほんで聞こえます。ちょっと押して言うてみて。はい、聞こえますか。まあ、はい、こうやって押して言うてくれたらいけるけんね。はい、時は押したらいいやね。はい、で済んだら話してください。こんなやり方で。ああ、これね、うん、うん、いとてもいいです。家でいてね、できるし、手軽だし。ね、天候もね、ちょっと今日あれだったけど、うん、よかったです。中村さん、どうですか、こんなんで。体操教室がなくなってね、ずっと一人でやってたんですよ、体操を。なかなか毎日続けるって結構しんどいんですね、一人だと。ほんまやな。いろいろ言い訳を作りながらこう休んだりしてるんですけど、やっぱりこうやってみんなでね、やると、あ、やっぱやらんといかんなとか思うんで、そういう意味では、なかなか全員が集まるのがね、ちょっとこう今厳しい状況なんで、そういう面ではこういうズーム使ってこういうのはやっぱりパソコン教室やってたおかげかなと思って感謝してます。はいはい。はい、はい、それでは土曜日まで、はい、皆さんお元気でーす。さようなら。体操終了後、ソチさんの自宅にお邪魔しました。ソチさんはこれまでに趣味で撮影した映像を自宅の編集ソフトを使って編集し、 NHK などに送って表彰されたり、最近では YouTube にアップするなどして楽しんでいます。じゃあソチさんは、うん、ユーチューバーなんですか。いやいや、じゃあほら、もう俺がもうほら趣味でこれ見てたらだけやけんな。ほらけ、見てくれようとくれまいと別にええわと思ってな。はい、ほんで入れとんじゃけんな。ほらけ、まあ、あの紹介数は少ないけんだよな。ほらけ、まあ、これが YouTube のこれ入れとんやん、これ全部です。すごいですよね。新しいことが大好きで、その柔軟な感性はとても82歳とは思えないぐらい。そんなソチさんですが、生き生きクラブで始めたズーム、やはりうまくパソコンが使えないとたびたび
メンバーから電話がかかってくることもあります。移そうと思ったらここに出て前第三者どこあるどっかに詰まってね、うん、でこれがこれなんでしょ、うん、生き生き体操で こればっかり今日んかい、いやこれはないよな、ほなけこれはもうあのビデオばっかり出てくる。この日もズームで生き生き体操に参加しようと思ったらいつもみたいに使えず参加できなかったとソチさんに電話があり見てみることに。出したもんな前に、うん、今日調子悪かったんですか、ズームの。え ズームがいつも出るのに出なかったからね。あ、今日たまたま。うん、で出なかったから顔を映すあの仲間の中に入れなかった。お出てこなんだけどな。え、でも映像は来てなかった。映像来てなかった。これ出さなんだら映像来ないからな。だけど、まあ、あの今頑張ってほら体操してるから電話しなかった。うん、ああなるほど。ソチさんに悪いから、ほんで顔が間に出たらいかんね。いや間でもかんまんけんねやな、うん、ここになかったら出てこれんで。そう、ズームが出てこないけどな。な電話をしようと思った、はい、うん、あれ俺じゃ。いやほなけんな、あれ上じゃけん見えなんだんじゃ。上じゃけんな見えなんだ。ここの中入ってしもとったけんな、うん、ほらけん、あ、これじゃ出と、今出と、おいや、ほらけん、死体やったけんな、今、うん、あれ、不思議なだけんな、これズームな、うん、はいはいはい、これこっちやっとけんな、この一番こっちな、よ、あ、もっと下がええな、ここの上いだらやな、この色がちゃうとこいでしもてやな、さっきにわからん、はい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 、いきいきの横いてくれとったここ、いや、ここ行ったで、ここ、あ、はいはいはい、一番こっちの端のな、はいはい、ここな、うん、はい、ここだけこれを探しても一つ探していけたんやけどな、うまく治ったみたいです。こんな風にソチさんは周りから頼られ、生き生きクラブではなくてはならない存在となっています。まあ、今向こう繋がっとらんけん、そうじゃ繋がってないんだ、繋がってないけど、なあかんけど、よかった、うん、よかったです、はいはい、今度は隠れこんなところ隠れとったら分からん、ずっと見てるでしょ、このような東京分からんだんだ、今度は行きます。治りました、はい、隠れどんや分からんよな。おなか今日はどこだねだったもん、こんなところおったら分からんわ、ほら、みんなにおはようって言おうと思ったのにな、ほれはほれは、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、4、このように皆さんが楽しんで参加している生き生きクラブ、続いては自宅で参加している方を撮影させてもらいました。こちらの中村さんは旅行が好きで、背景を旅先で撮影した画像を使って参加していました。すごいですね、うん、まあ雰囲気がね違って、まあ、ちょうどこうしてね、なんかスクリーンの幕がこうちょっと、はい、またちょっとね、今あのキューテレビさんとお話してたとこなんですよ、バックのを変えるっていうのけど、やっぱこう旅行先で撮ってきた写真を、はい、こんな風にズームの背景で使えるっていうのはなんかある意味、はい、面白いですよね。面白い、それはね、あの私もそんなのができると思ってなかったんで、はい、あの背景変えれるよとか言って教えてくれて、あ、ほなやってみようと思ったら、あの結構うまくいったな。楽しみながらこうズームやってるっていう感じですよね、はい、みんなその時の雰囲気でね、背景を変えたらみんな面白いちゃうかなと思いますね。確かに、もうちょっとしたら聞いてみますか。あ、そうですか、うん、こちらは神岡さん。神岡さんも自宅からズームで体操に参加している一人です。
今でも実際これズーム始められてどうですか、このズームは。うん、あんまり気にならないけど、ちょっと前、あの今までね、スカイプやってた。スカイプもやられてたんですか。うん、あのアメリカに孫がおるんよ、もう中学校からね。はい。あのずっと行って、今は大学の3回生やけどね。はい。でその子とあのスカイプでやりとして、それまで電話してたらすごいお金がかかるから、じゃあおばあちゃんスカイプにしようって。スカイプも全然抵抗なくできたんですか。そうですね、おかげで、うん、お疲れ様。はい、ありがとうございます。まだちょっと時間あるけんちょっと話してよ。はい。で今日もカメラが来てたん。そう、はい、今あの神岡さんくんにいます。神岡さんのとこ見てみてください。神岡さんのとこどうだろう。聞こえてる。オッケー。聞こえてる、うん、奥さん聞こえてる。聞こえてます。最初虹色でびっくりしました。あ、レインボーね、お洋服が。レインボーね、うん。神岡さん、神岡さんもみんなお疲れ様でした。ありがとうございます。ほら皆さんさようなら。さようなら、またね、シアゲイン。これはふやけど、そっちさんのおかげよね。なんですか、あのスーパーおじいちゃんは。素晴らしい、あんな人が北島町内にいらっしゃるなんて。すごいですよね。ねえ、ほんまスーパーおじいちゃん。多分ほらけどね、うん、この実際ズームやって、うん、皆さんこの自宅にいながら、うん、集会場の皆さんの顔が見れるっていうことはどうですか。あ、それはねすごくいいですよね。まあみんな元気でやってるんやなとかで、みんなそれになんか応じてね体操もできるし、ほんと言ったらコロナがあったらあんまり行かれへんのやけど、ちょっと気つけるんやけど、うん、まあ、コロナのおかげでみんなねマスク外しておしゃべりができるとこ、それがいいかな。やっぱり本音としては早く週前みたいに行って体操したいんですか。そう、うんうん、そうですね、やっぱりおしゃべりもしたり、ここやったらこれで終わりじゃないですか、はい、ちょっとね、あとのおしゃべりが、あとはまた電話したりするけどね。このように北部第一生き生きクラブは吉田会長を筆頭に、一人一人ができることを協力してクラブを持続させています。本当に今はコロナとの戦いで大変な時期ですが、それでも皆さん頑張って生活を豊かにしようとする強さがありました。以上で生き生き扱い体操、することないので、はい、楽しみです。週2回楽しみです。皆さんの顔を見ていろいろお話もできますし、はい、一人ではなかなかできんけど、皆さんと一緒だったら。3密ということでね、みんな会場に来てくれる。たらいいんやけど、まあ、こういう関係で、まあ、パソコン持ってる方はオンラインでつないでしませんかということで、まあ、始まったことですからね。やっぱこれだけでもつながるっていうことに関してはやっぱり、そうですね、やっぱりいいですね、まあ、画面で見えるということでね。今回は北部第一生き生きクラブの取り組みをお届けしました。